はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。まずは明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんにとって2017年っていう年はどういう年でしたか？そして2018年はどういう年にしていきたいですか？まあ私にとっての2017年っていうのは本当に本当に怒涛の1年だったなと感じてます。2017年っていうその1年がすごく短く感じた、そういうあっという間な1年でもありました。実はまあすんちゃんと年間ぐらいお付き合いさせていただいて、去年のその2017年になった瞬間、1月1日にすんちゃんが私の家族に結婚の挨拶っていうのをしたんですよ。まあそれでこう正式的にま家族になるっていうステップを踏むことになって、まあもちろん両国で、私たち国際結婚なので韓国と日本の両国で婚姻届けっていうのを出して、でその後にビザ申請、私が韓国に住むためのビザ申請っていうのを行ってビザをもらって、で私たち夫婦で運営しているチェジュにあるペンションがあるんですけども、でそのペンションの2号店3号店オープンっていうのが重なってしまったので、それでもすごいバタバタだったのと、あとそれが終わって婚式の準備だったりとか、まあ、結婚式も完全セルフプロデュースで結婚式を行うっていうことを決めていたので、私たちが運営しているペンションのお庭を使ったりとか、まあ、二次会は私たちのペンションのリビングルームっていうか、そういうスペースを利用して全部お家で行いたいなと思って進めた結婚式だったので、相当時間がかかったりとか準備がこう大変だったんですけど、その分結婚式も無事終えることができましたし、本当に本当に人生で一番幸せな瞬間っていうのを過ごさせていただきました。まあ、その様子はね動画にしたので、もしよかったらチェックしてみてくださいっていう結婚式があったりだとか、それが終わって新婚旅行もこの間行ってきて、タイに行ってきたりだとかっていう風に、夫婦としてもすごく盛りだくさんな1年でしたし、あとまた私個人としてもでもたくさんの変化があった年でした。韓国でピラティスの資格を取ったりだとか、ポールダンスの資格を取ったりだとか、ちょっとアクティブ資格取ってみるっていう年だったなと思います。であとはもちろんこの日本向けに YouTube チャンネルっていうのを本格的にスタートしたりだとか、ブームのスタッフさんに巡り会えたりだとかっていう風に、環境の変化とともにたくさんの出会いに恵まれた1年にもなりました。もちろん手探りで進まなければいけないことが多かったので、して楽にこう進んでいった1年ではなかったんですけども、でもなんかその分達成感と、あとはやっぱり成功体験っていうのに触れていた1年だなと思ったので、自分が一回り成長できた、で自分に自信のついた1年でもありました。もちろんその中でも一番大きかったのは、こうやって動画を通していつも温かいコメントをくださったりだとか、お手紙をくださったりだとか、 DM くれたりだとか、応援してくださる皆様の存在に出会えたことです。そして UUUM の皆様に出会えたこともとても大きかったことです。これは私にとってとても意味のある財産の一つとなりました。なので今日は皆様に改めて2017年本当にお世話になりましたという感謝の気持ちを込めて、あとは2018年引き続きよろしくお願いしますという思いを込めて動画にしてみました。それでまあ New Year's Resolution みたいな、まあ、2018年の私の目標っていうのは、まあ、何点かあって、で中にはねまだこう詳しくお話しできないようなこともあるんですけども、しっかりこう固まってないものがあってお話しできないんですけども、もちろんもっともっとこの YouTube のコンテンツに集中して、こういい動画とか皆さんが見てみたいなっていう動画だったり、面白いなって感じる動画っていうのを一つでも多くお届けできるように努力していく1年にしたいなと思っております。2つ目は、私たちが運営しているペンションも3店舗オープンって、結構去年がバッタバタだったので、今年はそういう去年の挑戦年に引き続いてしっかり
地に足つけて安定した1年を送っていく、そんな精進していく年にしたいと思います。であと3つ目の目標っていうのは、まあ、私たち夫婦はこう1年に一度日本とか韓国ではない国に旅行に行けるように頑張るっていうのが、まあ、夫婦間の目標ではあるので、それを今年もちょっと実現したいなと思って、日本、韓国以外の国に1箇所、最低1箇所行けるように頑張っていこうっていうのが目標です。ざっくりそんな感じかな。あとはどうだろう、ちょっとこれはこうなったらいいな的なことなんですけども、韓国の、まあ、メディアにも出る機会があったら、なんかこう出てみたいなと思ってます。ちょっとね、夫婦として出てほしいってオファーがあるんですけども、その時期がねちょっと合わなくて難しかったんですけども、まあいろいろこう機会があったら挑戦してみたいなって思ってます。はい、そんな2018年を私と共にこのチャンネルに付き合いしてくれる皆様に、こんなに未熟で拙い私ですが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。皆様に少しでも元気になっていただけたりだとか、勇気を与えることができたり、何かしたいなっていう時に少しでも背中を押してあげれるような、そういう存在でありたいなって思ったりとか、あとチャンネル作りっていうのをこれからもしていけるように頑張ります。それでは一緒に健康で笑顔あふれる一年にしていきましょう。ムムの皆様、これからもよろしくお願いいたします。そんな感じの2018年の抱負、そして2017年を振り返る動画でした。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。Let's turn your heartbeat